あとは、これさっき NHK で見たんですけども、NHK のね、サイトで見たんですけど、自民党の派閥のパーティー券の不正があると、このカンボジアかどっかの会社に、これ日本人の日系商社のトライアジアグループの社長がですね、他人名義でですね、パーティー券を上限150万まで認められてるんですけども、それを超えて、購入してですね、この派閥にやったっていうことなんですけども、それが政治資金規正法に違反の疑惑なんじゃないかと言われてるんですけど、その派閥っていうのがですね、これは安倍さんの、安倍派と言っていい、まあ、本当は細田派なんですけどね、今のところはね、細田さんが会長の、清和政策研究会、清和会の派閥のパーティーだったっていうのが、これ NHK に詳しく書いてるんですけども、まあ、これがちょっと気になったなと。まあ、NHK といえばですね、まあ、今はもうその安倍さんがですね、あの会長からね、百田直樹とか送り込んだりしてですね、なんとか NHK を乗っ取ろうと、いう動きをね、ずっと強めててですね、まあ、NHK も、だんだんもう本当にその、自民党放送局のようになってるかなっていうぐらい、偏ってるなと思うんですけども、まあ、そこに来てこの NHK が、まあ、突然、独自のですね、スクープと言っていい、安倍さんの清和会の、この政治資金規正法違反の疑惑っていうのを報じたというのはどういうことなのかなと、僕はそこに、ちょっと疑問に思ったんですけども、まあ、これは何なのかなと、今日なんかちょうどね、石破茂さんがですね、水月会ですかっていう派閥を作ったというのがあったと、いうのもありますし、また安倍さんはもう泣いても笑ってもあと3年しか寿命がないと、首相のね。そこに向けて、もうあと3年経ったらもう安倍さんというのはもう自動的にもう終わりですから、やっぱり NHK の巻き返しというかですね、その安倍さんをよく思ってない人たちが、こういうのを報道してるのちゃうかなと。っていうのはちらっと思いましたね。まあ、これはわかりませんけど、どっちにしても、これからですね、安倍さんの、その、後継をめぐってですね、激しく争いがあると。まあ、しかも閣僚ポストもですね、議員が自民党にはいっぱいおるんですけども、どうもまたお友達とかね、稲田朋美さんとかね、まあ、そういうなんで、お友達人事をしようとしていると。まあ、そこに不満も出てくるでしょうと。ということで、やっぱりその自民党内部での争いというのが今後、激化してくるんちゃうかなと。まあ、NHK の今回の報道というのはその、合法一発というかですね、なんかそういう感じなのかなという気が、ちらっとしましたけどね。まあこれはわかりませんけどね、と。